できた！できた！ディディ、赤ちゃんの泣き声がした！赤ちゃん、違うよ！ああもうやだ、僕はただこの部屋で研究に熱中していただけだよ。そしたら突然、誰もいないのにドアが開いて、不気味な大きな光の塊がほっぺをこう叩いて笑った。気がつくと目の前には君がいた。違うわデクスタン、それ私じゃない、私のクーシー。はぁ、クサラグパグプー。はぁ、クサマナルパニニだ。違う、クサラグパグプー。してたな。あー、クーシー。かくれんぼだって。クーシー、クーシー。ねえ、なんなのさ、クサラグパグプって。デクスター、紹介するわ、クーシーよ。ああ、こんにちは、想像上の生き物さ。クーシーはちゃんといるんだから、ただ見えないだけなの。作り話はやめてくれ。クーシーなんて本当はこの世にはいないんだろ。もう黙れよ。いるもん、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 いるもん。ディーディ、じゃあ証明してやるよ。この生物分類表を見てごらん。クーシーなんか存在しないんだから。ほらね、君のクサラグパグプは動物界の一員じゃないんだ。おまけにその姿が目に見えないってことはだな、存在しないってこと。でも空気はどうなの、見えないけどちゃんとある。どういうことだこれは。馬鹿げた想像上の生き物がこの世にいないと証明できないなんて。それこそいるって証拠よ。クーシー。デーデー、こんにちは。クーシー。あー、クーシー、あったかいのね。そうだろう。ディーディ、お願いだからこのやたらでっかいふざけたやつをここから消しちゃってよ。消せないわ、いないものなんでしょ。僕と抱き合ってみない？